割と1月29日で、昨日ちょっと悩みに関する話をしましたけれども、感があったらもう一つ悩みがありましたね。で、それはちょっと1回置いといて、コロナ禍に入って、まあ、あのー、遠隔授業みたいなものは全国的に行われるようになった、なりましたよね。でも僕自身は2015年度から、あのー、 ゼミを除くすべての授業について、授業風景を撮影して、その授業を受講しているせ、えー、学生さん前、えー、限定で、その授業の内容動画を、授業動画を公開してたんですよ。まあ、公開って言葉もちょっとあれだけど。えー、例えば、えーまあ、例えば1年生の文法の授業があったとして、その文法の授業の内容を、 えー、黒板の前にある教託で撮ったんですね。で、それは、あ、ないか。あるかあ、ないわ。それは、あの、昔言ったけど、キャノンが作っている、超、 単焦点。単焦点は短い焦点ね。単焦点カメラで、黒板の前に置いてあるのに、黒板全体が映るようなカメラなんですよ。だからその受講生の姿が映らない状態で、僕と、まあえー、黒板の様子が映るカメラを使って、授業風景を撮影して、まあ、1年文法なら1年文法の受講生のみにその動画を見られるようにしてたんですよ。で その当時はだから基本的には対面で教室で授業を受けるのが大前提で、でも、えー、体調不良で休んだ場合とか、あの、後で復習する場合なんかにその動画を見れば良いという仕組みだったんですよ。ところがある時から、その動画を見るのが先になったとっいうか、優先されるというか大前提とかになったんだわけですね、そのコロナ禍に入って。でね、それでね、何が変わったかっていうことがあって、それはね、あのー、 コロナ禍以前の場合には、教室で理解できた人は、もうそれでおしまいなわけよ。動画を見なくてよい。だから、教室で僕が喋ってた内容を理解すれば、理解できていれば、もうそれでよい。でも、今は、動画が大前提なわけで、その動画が、なんていうのかな、頭に、動画で言ってる内容は残りやすいんですよ。つまりこれ何が言いたいかっていうと、あの、今、1月の末で、我々1月の末何をする時期かっていうと、採点なんですよ。 で、ある授業のレポートを今採点していて、これがあの、この人数を言えば、中の人とか分かると思いますけど、百何十人っていうレポートを読んでいるんですけれども、その中のある問題で、ある言葉が学生の側の、学生から出てきたレポートの中で、めちゃくちゃ出てくるんですよ。ちょっとその言葉は言わないですけども、ちょっとあの、ね、採点に関わることなんで言わないですけれども、ある言葉が出てくるんですよ。 で、それを、こう、なんていうのかな、その説明、その、その質、その問題に対する回答で、その言葉を使うのは、ちょっと違和感あるなーって感じなんだけれども、で、だからその採点していく中で、あ、ちょ、ちょっとこの言葉違和感あるなー、間違っちゃないけど、ちょっと違和感あるなーみたいな感じので、別にそれは、あの、なんていうの、間違ってないんで、あの、原点とか別にしないんですけども、なんかちょっと、そこで使う日本語としてはおかしいかなーっていう感じの違和感を持ったんですよ。 で、じゃあ次の人。あれまた使ってるわ。次の人はまた使ってるわ。みたいな感じで、結構な割合で出てくるんですよ。これがね、まあどうだろうな。二人に一人ぐらいの割合かな。で出てくるんですよね。ということは、僕のせいなんじゃないかと。つまり、あの、可能性としては多分二つあって、一つは、すごい悪い見方をすれば、ある一人の学生が作って 文面をを他のの人に何らかの方法で送っっててててそれをコピペして貼って出し貼出いるまあ要するに一種の不正行為ですね。でもそうかというと文面を見ていくと違うんですよ。その言葉でその言葉は出てくるけどその言葉が出てくる位置とか言葉が出てくる流れ方が文章の流れ方が違うんですよ。しかもその僕はそのコピペ,しコピペ,コピペがあの判明したらあの不荷にしますって断っている まあ多分そういうのもあって、まあ、コピペしていないと思うんですけれどもまあそれとある仕組みを使ってコピペしてないかどうかも確認しているんでまあないと思うんですけれどもだから一つの可能性としてはまあ誰かの答案を、まあ、みんなでコピペしたのでその言葉がみんなに出てくるでもその可能性は多分ほぼないとそうするともう一つの可能性は僕が動画の中でその言葉を使ったからみんながその言葉を使うのはいいだろうと思って使った これしか多分考えられないんですよ。ね、そうなんですよ。<laughs> これね、だから、あの、動画としてより我々が喋ってる内容は残ってしまうので、まあ、この雑案動画の中身だったらね、あの、例えば道徳的に問題があることを除けば、まあ、あんまり大した問題にはならないけれども、授業動画として出している動画の中での言葉遣いっていうのはすごく重要ですよね。この時代がこうなったからには、からにはっていうか、なので。 いや、ていうことをね、今回この採点をしていて、すごくもう、痛感。痛感。本当にツ、つ、つー、カーンみたいな感じです。あの、あえてボケますけど。痛感ですね。いや、ちょっと、本当に気をつけましょう。と思いました。ほんじゃ、また。